Well, I saw you setting the mood like a light in the smoky room, dancing to the blues like a disco groove, catching every eye. カツオです。ゆうちゃんです。大阪クレオパトラです。お願いしまーす。はい、本日は元気いっぱいや。そうです。はい、本日は久しぶりに外で、はい、ということで本日は、はい、買い物に付き合おう。よいしょ。はい、はい、ちょっとね、今後こういう企画もちょっと増やしていこうかなという、はい、なるほど、買い物企画。はい、毎回自分の買い物で、はい、毎回物が買えるわけではないので、はいはい、誰かの、買う動画を、垂れ流していこうかなという、なるほど、企画になっております。はい、そして、本日は、はい、ゲスト早速来てもらってます。この方です。どうぞ。はい、あ、いう、はじめまして。はい、はい、さきやんのあきさだです。あべさん、よろしくお願いします。嬉しい。いや、ありがとうございます。いきなり大物、はい、いや、大物ちゃいますって。サイズやん。サイズかい。サイズかい。あきさだね。ありがとう。俺が忘れてたわ。確かに。あきさだ、昔から、はい、結構買い物とかね、そうですね、一緒に行ったりして、うん、山内さんには全幅の信頼を寄せているありがとうございます。はい、全幅全幅全幅って言ってた。ちょっとアホなと思う。まあまあ、そうで、全幅全幅の信頼を、はい、まあ、その辺はなんか、まあまあまあ、うまいこと、はい、編集してもらってということで、今日はなんか欲しい服が、はい、そうなんですよ、うん、近いうちにね、うん、そのちょっと関西演劇祭っていうのが出るんですけど、はい、僕はね、その開会式っていうのが、うん、出席してくれませんかという連絡が来たんですけど、ええ、その条件が、うん、服装のね、そのドレスコードではないのですが、綺麗めな衣装でお願いしますって。なるほど。で、僕その絶妙にその服がね、スーツやったらあるんですよ。確かに。で、私服でいいんやったらもうこのまま出たらいいんですけど、その綺麗めなドレスコードじゃない服っていうのがなくて、うん、難しい注文やな。はい、確かにそれがあれば、うん、まあ、今後そういうのがあればまた着ていけるし、うん、まあね、最悪こう衣装の代わりにもなるし、はいはいはい、私服でも着ていけるから、うん、まあ、買っといてもいいんかな。なるほど。私服でも使えるような、ちょっとビシッと、そうですね、カジュアルにもいけるし、どっちにも触れるような、その日だけっていうのももったいない、ね、そうやな、確かにな。で、そういう服を探したいということで、はい、いいですか。いきましょう。ありがとうございます。早速それでは、いつも行ってる服屋さんございますので、はい、そちらの方に行ってみましょう。はい、はい、お願いします。はい、ということで、あのね、アメリカ村の、商山ビルの中の、はい、店舗でメッカさんというね、いつもお世話になってる、僕らもお世話になってる芸人がよく行って、そうですね、これはメッカさんでね、これとこれはメッカさんで買いました。あ、じゃあこれはあれか、ちゃうと、ちゃうとですね。僕はもう全身そうですね。あ、そうね、全身そう今日はそうです。じゃあちょっと伺いましょうか。よろしくお願いします。あの、今日はすいません、あの、完全に僕の師匠の、よう言う師匠なんで、言うてみたら、いや、もう全部、いや、全部教わってますから、はい、はい、あの、秋貞が、はい、関西演劇祭っていうのもあるんですけど、あ、関西演劇さん、はい、はい、ドレスコードじゃないけど、綺麗めの服装でお願いしますって。綺麗めの、あ、まあ、ジャケット系ってあるかな、そういう、なんかブレザーとか、ブレザー、ジャケット系はないんですけど、はい、ジャケット系って、こうちょっと古いイギリス製のこういうのが、これをかっこいい、すごいけど、ハンティングカメラ、かっこいいけどぽくはないか。ただめっちゃ、あの、私服ではめっちゃ着たい。メイドイングランド、まあ、ハンティング系なんで、どうかな、ドレス、ドレス、まあ、言うてみたらアウトドアなんで、スイートもね、意外とテーラードなんですけど、はいはい、公の場とかそういうちょっとフォーマルな場ではちょっとダメやって言われてるんですよね。スイードも基地的に、はあ、70年代ぐらいですね。すごい。ユニオンメイトのアメリカ製ですね。これはもういけます。ブレザーって言われて、で、これは下も別にセットアップで着なくていいんで、ほんまやったらデニムでも何でもいいんですよ。はい、はい、ありがとうね。まあまあ、大丈夫です。はい、サイズ感も、腕もいいの。シャツ着て、はい、大体、まあ、腕の中でまっすぐ下ろしていただいて、はい、うん、このくるぶしぐらい、いけますね。ちょうどや。前は締めれますか。締めていただいて、これめっちゃいいな。現物が1個入るぐらい、うん、はい、これぐらいです。これちょっと、かなってます。
それでいい。これはめちゃめちゃいいぞ。めっちゃいいですね、うん、サイズもぴったしやし、ぴったしよくね、生まれた。オーダーしてたわけではない。動画で言うと大丈夫なんですか。1回目であのもう全部決まるっていうね。全然いいですね。これだけ白カッコいいんですよ。このズボン欲しいんですよ。フルやからあえて白を合わせてもカッコいいんですよ。でもこれにあの白シャツでなんかネクタイしたらこれ、うん、シャツ逆に白をやめたらいいんですよ。大阪クレオパトラみたいな。まあでも白スニーカーで白シャツやから、まあ、それじゃない、まあ、青の、うん、ホームのシャツでもいいし、ストライプでもいいし、こっちはチェックでも全然いい。チェックとかね、いいですね。かわいい子。リーさんいつもおしゃれですもんね。いやいやいや、私はほんま適当な服しか着てないんですよ。どうすかね。はい。あれかけていいですか。あ、ごめんごめん。わざとや。絶対わざとや。開けるタイミングですよ、今。開けるタイミング。どうですかね、やないんですよ。ロッチさんの今度どうかな、これいい感じな気するんですけど。あ、行きますか。はい、行こう。もうええわ。カメラ意識見ちゃう。まだやりはるけど、カメラを見て。受けてくれてありましたね。あ、いい。怒られるから。あ、でもめっちゃいいやん。いい感じやん。めっちゃかっこいい。これ。レングスもぴったしなんだ。これめっちゃかっこいい。あ、いいですね。はい。ちょっとなんかシャツ着てほしい。シャツ、そうですね。シャツなんか。これ襟の形がちょっと大きめな、70円ぐらい、ちょっとでかいですよね。あ、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。スローカー、え、めっちゃいいですよ。これでも、これ綺麗、めっちゃいい。全然全然。サイズいけるか。めっちゃ似合ってる。似合ってるな。すごい。衣装でもいけるし、普段でもやっぱ。まあ白以外の方がいいかな、シャツはね。あ、なるほど。あ、そうなんですか。確かにね。まあ白白なっちゃう。あ、まあもし僕やと。デニム行くかな。ああ、なるほどな。デニム行っても面白いかもしれない。中デニムでもちょっと濃いけど、もうちょっと色落ちてるやつがあったらいいです。今ちょっと色落ちてるのはないんです。マジでいいです。マジでいい。白パンとジャケットもうほぼ格ですね。一回デニムも行ってみます。あ、いいんじゃないですか。シャンブレーとか微妙なんですか。あ、シャンブレーありますね。シャンブレーもちゃいます。でもこれシャンブレー、それも超ヴィンテージでレアもんなんで、めっちゃ値段するんですよ。肘当てついてる1940年代のいいか、試着で。これ肘当てですよ。うわぁ。へぇ、かわいい。はぁ。これ、働いてる時にこう肘が抜けんように、二重になってる。これ、かっこいいな。これ、めっちゃかっこいい。このシャツ、普通に。肘、なんかマニアとか見たら、肘当てついてるの、後ろで。はい。肘当てついてるの着てるみたいなのあるんで。へぇ。もう、これ値段がもう、パラパラパラって。へぇ。わかるんで。これは、あ、でもまあまあまあ。まあまあ、いや、まあまあ。落としてもいいんですか。全然いいです。あ、いいですか。これは三万、まあええやつなんでね。はい、あの40年代のこの状態でやから。めっちゃ綺麗。これはめちゃくちゃかっこいい。で、上まで止めて、上まで止めて、出していいと思うんですよ。出してもおもろい。あ、確かに。今の感じでもあり。これめっちゃなんかそのあのフォーマルっぽいけど、カジュアルでもちょっとね、はい。ああ、おしゃれ。おしゃれやな。それめっちゃいい。これ挟むだけなんですよ。え？いいけどなんかそのぽいやん。でも誰かついてるってなる、なんか自分で考えたってなりません。このほんまに。まあそれは自分で考えてないからええやん。確かにね。確かに。そこのプライドいらんか。はい。これは良すぎるな。なんかいやでも可愛い。開会式っぽい。開会式っぽい。やっぱタイやることによってまた変わってきます。これはすごい。すごいなこれ。一目。いやすごいな。注目はあるな。ちょっとこういうピンバッジ、可愛いピンバッジとかです。うわぁ、すごい。やばいやばいやばい。オプションつきまくり。スタイリストついてもうか。ほんまや。完全に。すごい。これマジでいいですよ。これめちゃくちゃいいな。そんな感じで。うん。うわぁ、いいですね。マジです。かっこいいな。普通にかっこいい。フォーマル感出ましたね。いや、だいぶ。とりあえずジャケットとそのパンツを買おうかな。全然ありやと思う。いや、めっちゃいいですね。シャツはね、もうお持ちのやつとか、シャンブレーなんかもうちょっと安いやつとか。ああ。これはだいぶかっこいい。よかった。めっちゃよかった。すごい。嬉しい。やらせなしですね。はい。白はその別件で欲しいと思ってたんです。あ、そう。まさか今日買えるとは。でもアメリカ製なんで、一応。これも、ちゃんとこれメイドイン。
で、メイド・イン・ USA って入ってるんで、メイド・イン・ USA。ここが重要やな。メイド・イン・USAというのは。地味な、自分だけが嬉しいやつ。自己満の。自己満の世界ですよ。でも結構それが大事やな、やっぱな。確かに。いや、でもほんまに、もう明日にでも来たいし、その、また開会式でも行けるし、めっちゃ楽しみ。ねえ。はい。僕の買い物欲もちょっと満たされたわ。あ、ほんま、うん、ほんまって言うこと先輩やろ。まあ、あんま気になる。テンション上がってる。テンション上がってる。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、無事買い物終了ということで。めっちゃ早かった。いや、早かった。本来多分何件か回って決めるやつやと思うんですけど。いや、まあそうやな。まあでも、いや、よかった。だから、はい、俺はいつも行ってる、お世話になってるメッカさんで、買えてよかった。あ、ほんまですか。ないと思ってたから、逆にね。確かに。だからコンブレね、はい、ネイビーのブレザーなんかはやっぱ使いますし、めっちゃいいし。俺も持ってるから、また。揃いで一緒に行かん。何でお揃いでどっか。二人の双子コーデ見てる。そこまで双子じゃないから。全く一緒ではないからね。じゃあ意味ない。いやいや、コンブレという、コンブレで合わせてるというね。はい。ほんまに。そういうのをね、楽しめたらというね。はい。いや、ええ買い物できた。いや、こちらこそですよ、それはもう。もちろん。満足感のある、すごい買い物ができた。しかもめっちゃ安かったですからね。まあ安くね。そうなんですよね。ありがとう。よかったわ。いや、ありがとうございます。第一回目にして。はい。神回になりました。そんな、まあ、何にもおもろいことやってる。いや、俺ロッジさんのネタパクって一節ね。一節パクって。あれは一節しかないけど、いい言い方したらあれけど。まあだから、はい、ほんまに、いや、まあ結局買い物欲も満たされた。ああ、確かに。見てる人の買い物欲も満たされたんじゃないかということで、はい、これは。いや、ありがとうございます。はい。はい、大成功ということで。はい、またよかったら、まあ、第2回。はい、秋田がすぐ欲しなったタイミングで一回ついてこんの言うてくれたらそれはそれでやけど行くんで、必然的に私持ってないわけでもねなんでまたよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、また次回、はい。